で吉田選手はその口が酸っぱくなるくらい言われて、どうですか、結構車神経使うような状況でした。そうですね、まあ、前線の TI で、ミッションがちょっとトラブってた部分があったんで、もう本当正直24時間絶対1回は交換するだろうなっていう思いだったんですけども、まあ、走る前に2000キロは絶対持つとチームの方で言ってたんで、まあね、ドライバー3人でそのミッション本当にどこまでいたわって走ったらもしかしたらゴールできるだろうと思ってたんで、もう本当に最初から丁寧に、もう本当に力も入れずに入るところにそっとなんか大事なね、行ってたっていうのが結局24時間持ってよかったなっていう、あれですよね、私なんかもレースやってて言われよくミッション壊すのはドライバーのせいだってよく言われますよね。まあ、その耐久性ももちろんなくはないんでしょうけども、結構一番言われるのミッションはドライバーのせいが大きいって言われますよね、割と。でもなんか聞いたところによるとタイヤは結構かなりふんだんに使われたと、監督。そうなんですよ。結局そのね、ランサー BMW に追いつくためにラップタイムをあれ上げなきゃいけない、でラップタイムを上げるためにはソフトコンパウンドのタイヤとハードコンパウンドのタイヤではソフトの方が2秒ぐらい速いんですよ。あ、そんなに違うんですか。で、2秒速いということは、1回のセッションが50ラップ走りますから、50ラップ走るともう100秒離れちゃう。大きいですね。そうですね。だから100秒離れるっていうことは、タイヤ交換をしてもソフトのタイヤを選んだ方が時間は短くて済む。なるほど。じゃあそのタイヤのライフは、ニュータイヤをバンバン投入することでカバーしたと。そうですね。車も大切ですし、そのレースを戦う上でドライバーも大切なんですけども、耐久レースっていうのは、大勢のスタッフで支えられてるんで、メカニックをはじめ、それからそういう周りに動いてる人たちも一生懸命みんな一つの輪になって、それで、レースを戦っていく、それが耐久レースのすごくいいところですよね。今回いろいろエピソードもハプニングやエピソードあるかと思うんですが、その辺をちょっと聞かせていただきたいんですけどね。噂によると食事がすごく豪勢だったっていう噂を聞いたんですけども今回監督ドライバーは食べられないけど監督はしっかり食べました。食べました食べました。レースやってると、やっぱりもうずっと緊張して、いるじゃないですか、なかなか食事が喉を通らない、であんまり食べたくないなっていう風になっちゃうんですけども、やっぱり監督でもそうですか。そうですね、やっぱ外から見てるのも楽じゃない。そうですね、ところがですね、これがかなり美味しい食事でですね、美味しい食事、今回は本当に美味しかったですね。食べても美味しかったですよね。喉をガンガン通っちゃうという。そうです。ちなみにどんなメニューだったんでしょう。タラバガニ焼きですよね。焼きタラバガニ。そんなもレースじゃなくても食べられないすごいですね。海鮮丼。そのウニがすげえ美味しかったですよね。やっぱ北海道だからでしょうね。そうですよね、北海道ウニとかいくらとか美味しいですよね。美味しいですよ。毛ガニの味噌汁、うわー、まりませんよ。私も行きたかったな。変わりませんよ。見に行けばよかったな、ご飯食べに。でギリギリになったガス欠した状態で、スイッチを押せば1周分のガソリンは残ってますので、それで帰ってくれるようになってるんですよ。それがスイッチを押すとこの補助タンクみたいなところの。そうです。同じタンクの中にあるんですけども、そのガソリンが使えるようになってスイッチがついてるんですけども、小原君というドライバーが乗っちゃった時ですね、やっぱり疲れてたんでしょうね。無線機のスイッチとですね、そのガソリンのスイッチを間違えてましたね。ガス欠した、ボタンを押さなきゃ、ボタンを一生懸命押してるんですけども、無線機もそのボタンになっちゃってるんですよ。一生懸命ガソリンのスイッチを押しながら、ガス欠しました、ガス欠しました。こっち何も聞こえないですよね。ガソリンのスイッチを押しながら、本人は無線機のつもりでいるわけですね。ガソリン出した、ガソリン出した、人で喋ったみたいで、こっちには何も伝わってこない。そんなこともありましたよ。それはじゃあ、オンになったりオフになったりしてるわけですか、その無線機と感じがするってことは。そうでしょうね、多分。そのリザーブタンクとかそっちが、パコ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 、オンになったりオフになったりと。一生懸命
ガソリンタンクに向かってしまいました。